アドル。必要ですか。では私またどうぞ。進んでねえじゃねえか。
乗る。さあ、みんなで返り討ちじゃ。行くぞ。任せなさい。承知。ここは通すわけには参りません。いやー、チャンス。いざ突撃。今行きます。やるじゃん。これで次行こうのだ。どうか受け取ってください。支援するわ。もう任せておきな。ドギハン部長。すごいです。なんとか頑張りましょう。状況連絡。一体どうなっている。
のにこりゃきついぜ。古代種が活発になっているという話ではありましたが、今回は特に攻撃的な個体が多いように思えます。また古代種かよ。さすがに厳しいですね。騙したのか。アドルさん、加勢するよ。僕の番だな。そろそろ終末。みんな気合を入れるんだ。それ畳みかけるよ。状況連絡、状況連絡。そこだか、どこだか。まだまだ勝負はこれからじゃ。みんな気合を入れるんじゃ。皆さん、お大事に。
めて嬉しいです。見事なものね。覚悟はいいかな。やーせいや終わりだよ。標高演武陣今のはすさまじい速さとパワーだな。女性の旅力とは思えん。どのねえかっこいい。一応はじめましてだよね。私はダーナ。アドルさんよろしくね。お疲れ。ああ、お疲れ様。肩にかけるよ。よし、上出来だ。Thank you.
ああ、thank you.
大したものだ。任せなさい。さあできたわ。任せなさい。完成よ。任せなさい。さあできたわ。任せさあできたわ。任せさあできたわ。それじゃあね。今日はどんな用？始めましょう。完成よ。では始めましょう。完成よ。では始めましょう。できたわ。任せなさい。さあできたわ。では始めましょう。さあできたわ。では始めましょう。できたわ。では始めましょう。完成よ。それじゃあね。
上出来だ。必要ですか？はい、どうかお大事に。
そんじゃあな。これはとっておきよ。これはとっておきよ。あれ、もういいの？これで一安心ね。追い払ってくれてありがとう。私、雲だけは昔からどうしても苦手で。それにしてもさすがは男の子ね。ごめんなさい。アドル君は21歳だったかしら。もう立派な大人の男性だものね。前に話したかもしれないけど、私には子供が6人いてね。それも見事に全員男の子なの。みんなアドル君ほど強くなければ勇敢でもないけど、どうしても重ねてみちゃうのよね。みんないい子で、旦那もしっかり者だから元気にしてるとは思うんだけど。え、その発想はなかったけど。確かに私が生きてたって知ったら腰を抜かしそうね。アドル君の言う通り、その反応を見るのは楽しみかも。元気づけてくれてありがとう、アドル君。これはほんのお礼よ。ほんと可愛いんだから。さてと、ここにはお腹を空かせた大きな子供たちがたくさんいることだし、今日も精のつくものを張り切って作らなくちゃね。
ドルさん。アドルさん、
詰まってる。と。やっ。参る。
終わりだよ。
からだ。
何かあるかな。それ。そこだ。
Titi. できた。
これにて一件落着。Oh!
手元が。かかったよ。
何かあるよ。そりゃ！
承知。釣りする。ほれ、かかった。いい手応え。なかなかだな。ここならよく釣れそうだ。
くよ。あとはいいか。チェスター私の名前はシルビア。10年前までロムーンのコロセウムで戦っていた元剣闘士さ。まあ、どうかよろしく頼むよ。作業を始めんぜ。もう了解よ。ありがとう、みんな。何かあるみたいじゃない。上を見てみな。すげえ眺めだぞ。
なところに巣が。翼竜型の繁殖地のようですね。すごい絶景、いいお家だな。Thank you.
よい。行くよ。
この道は大陸交易路の一部で、他の町や港はもちろん外国にも通じる街道だったけど、今この地は絶海の孤島です。やはり相当昔のこととしか。リコッタ、この目で見てみたかった。ごめん。行くよ。それ、
連れだよ。何が釣れるかな。よし、いい手応えだね。から見えていた海の大穴じゃねえか。水しぶきがここまで飛んでくるぜ。すごい景色ですね。海に浮かたれた大穴に海水が滝のように流れ落ちて。ここ一体なんだ。大丈夫か。ごめん。ダーナさん、無理をなさらないで。少し落ち着いてきたから。一体どうしたというのだ。あの大穴を見た途端、急に激しい頭痛が。景色、何か知っているはずなのに、思い出そうとすると。アドル、大穴はダーナさんにとって重要な場所なのかもしれません。ただここにいるのは精神への負担が大きいようです。今は速やかに立ち去りましょう。覚悟はいいかな。
アドル、来てくれてありがとう。君は命の恩人だよ。バルバロス船長のことは本当にショックとしか言いようがない。でも途方に暮れているわけにはいかないよな。ロンバルディア号の船員として必ず船を完成させてみせる。さて、Hmm.